はい、今回2023年センターパークの問題を説明します。結晶を構成する2種類のイオンのうち、イオンの大きさが大きい方のイオン暗渠が、じゃあ小さい方をスモールアールとして、結晶の安定性を考える。でこのラージアールがこのルート A 以上になると、断面、対角線、大きいもの同士が接するようになるので不安定になると。でこの、R、U、ルート U プラス A を求めなさいと。ここは、この対角線 4R かな。4R と、この、一つの辺が 2R、プラス 1r か。これがルート2対1の時はぴったりイコールかな。それよりもラージアールが大きくなったら不安定になる。これは計算すると2ルート2の R プラス R が 4R か。こうやな。で、これ計算していくとね、R はね、どうなるかという R は、1プラスルート2のスモール R。こうやな。だから、U が2で、A が1か。こういう形に、なります。はい、終わります。